どうも皆さんこんにちは。そしてようこそマイタローズ美容院へ。こちらでは一切クレームと受け付けてないです。マイタローズ美容院に来たい方は高評価とチャンネル登録を押してくればぜひ来てください。はい、というわけでね、今日はですね、見てください。今日は美容師になったというわけで第一村人が来ましたね。Like a boss っていうね、ダサい服を着てますけど、やっぱ仕事なんでね。なるほどね、髪を切ってほしいと。任せてください。何年美容師やってると思ってんだと。ね、2分。やっぱイケメンボーイにしないといけないというわけで、髪の毛をまず削ぎ落とすと。あのね、バリカンね、お、お、やっぱ我々は常に理想のね、髪型を追求し続けてると。高みに行くには、まず髪型をしっかりしないとダメというわけで、ちょっと深めに反り込み入れておきます。これなんでかっていうと、後々わかります。で、これはね、分かりやすくするため、髪がどれだけ薄くなったかね、比較するために真ん中に、ね、反り込みを入れておきました。 OK ですね。素晴らしいんじゃないでしょうか。やっぱ個性的な髪型を我々目指していくというわけで、 OK、 もうちょっといきたいね。よいしょ、 OK です。これどうでしょうか。一見まあ今はまだねパッとしないかもしれない。でも見ててください。いきますよ。あー、 OKOKOK。 だからちょっと反り込みを入れてかっこよくすると。ノー、まあ、後ろから、やっぱ後ろって意外と自分からは見えないけど、他人からはよく見えてるっていうわけで、まあ、おしゃれなね、絵柄をつけておくと。よいしょ。おお喜んでたね。なんか同じやつ来たんだけど、髪の毛の色変えて。なんだこいつ。まあ、まだ店開けて2分ですけど、もうどんどん客が来てると。止まることを知らないと、こっち向いて、手振るな。あ、この髪はダサいね。この人はおそらくこの髪型にしてって言ってると思うんですけど、ダサすぎると。ね。任せてください、我々が。もうそろそろ夏になってきて暑いっていうわけで、半分坊主。ね。半分坊主にすることによって、暑い時は涼しいと。で、残りの半分に毛を残しとくことによって、寒い日はあったかいっていうね。選べるっていう。一石二鳥ヘア。この美容院だけです、この切り方をできるのは。一石二鳥ヘア、見てください。ニワトリみたいになってたね、今ね。ニワトリヘアーになれると、なんか毎回同じやつくんだけど、この世界こいつしかいないのか。髪色だけ変えてきやがってね、ほんとよくないですよね、以上にね。なんだこれ。あ、サロンをちょっと強化できると。あ、動かして。お、うえー、床が一気に変わったっていう魔法の美容院。はい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 、任せてくださいと。色もぬりぬりできちゃうと、この美容院では。なるほどね。紫、いや紫やめた方がいいね。どうせ染めるならもっと奇抜なね。だからこれをね、あ、ちょっと顔にも、あ、目にも塗っちゃってね。目もさりげなくおしゃれにするっていうね。カラコンつけないでもよくしてあげると優しいね、私たちね。 OK、 ちょっとこんな感じでやってね。ふう、おしゃれじゃない、ちょっともうおしゃれでしょ。 No、 ミスった。一生記憶に残るような美容院でやってほしいと。一度来たら忘れられない経験してみたくないですかと。あ、これ白で、後ろはちょっとかっこよくない。おー、ちょっと見てこれ、かっこよすぎ。え、待って、かっこよすぎない、この人。この人イケメンすぎだろ。あ、どんな感じだ。おー、でもみもみしてあげる。あのね、美容院でね、頭マッサージされたことありますか、皆さん。気持ちいいんですよね、これがね。寝ちゃいそうになると。で、このまま洗い流しません。嘘ですよ、ジョークジョークジョーク。そんな美容院があるかと。美容界を乗り換える、美容院の世界を塗り替えていくと、我々が。なんもう、なんかこれ、なんかもうまあ何も気づいてない。今どういう状況なのか全然分かってないと、髪型がね。この後地獄を見る。あ、髪型選べると。これ可愛くない、これ。何これ。おお、ハイテク機械ね、これ。アマゾンで20円で買った。これ頭突っ込むことによって理想の髪型にしてもらえると。見て、これ可愛らしい坊ちゃん。お、ほら、もう街中みんなに見られる。あ、そしてなんと開店史上初の女性が来ていただいたというわけで、非常に光栄です。ありがとうございます。やっぱ男女ともに自分の美しさが一段階上がることを目指しているので。目、手打ってるね、毎回手打ってると。こっち手振んなと。じゃあまず、はい、チョキチョキしていきますよっとね。あー、でもね、あんまりバッサリ良くないからね。バッサリするとね、似合う人はまあいるよ、確かに。バッサリや。でもあんまりおすすめしません。ちょっと初心者感が出ちゃうからね。だから俺、このギザギザカットですよ。このあえてギザギザにすることによって、
ちょっと反り込みを入れてね、深めに。ちょっとプロ感を出すと。美容師ならわかると思うんですけど、バッサリカットは初心者っぽいんですよ。だからちょっと、これなんて言うんだろう。攻め気味のね、ちょっと反り残し感残ってるよみたいな感じが一番おしゃれなんですよ。見てください、これ。シュー！もう明日からモデルです、あなたも。ね。また来た、こいつ。お前もう来るな。いや、でもやっぱりね、来たくなるんだろうね。あそこまで美しくなると。次の日に。あ、だいぶ攻めてんな、この人ね。だいぶ深くまで行ってるよ。特別サービス。もう何回も来てくれてるから、この人。特別サービスというわけで。もう一生来れないようにしてやろうと。これの方がね、もう1年ぐらい美容院行かないで済むから。特別サービスよ、これは。いいんじゃない？いいんじゃない？で、いや、星はダサいって。ピールなんだ、これ。え？すごい！ハイテク機械を持ってる、この人。OK。やばい、足りないスペースがちょっと。のー、ちょっと足りないかもしれないスペースが、皆さん。よいしょ。来た。こっちみんな。ね？強い男になったところで。後ろからも誰からも見られなくなったと。これはね、犯行防止ですね。後ろから襲われそうになったら、これが目につくと。こっちみんな。おー！かっこよすぎる！ちょっと見た、今の。今の見ます？あ！そしてなんか、新キャラが来た、ついに。ワンちゃん、ヒゲ生やしただけかもしれないけど。多分、この人は相当頑張って、ヒゲを伸ばした可能性があると。ヒゲをちょっと綺麗にしてあげたいとね。あれだね。ちょびヒゲいいね。最近あんまちょびヒゲ見ないからね。剃り残し感を残さないのが、やっぱ一流なんですよ。あ、まあまあいいんじゃない？もうちょ、うまいよ。このね、絶妙なバランス加減。うまいと！これ見てよ、これ。鼻毛っぽいね。やっぱね、いい髪型になるとね、自信がつくからね。よし、溺れさせろ。もうツヤツヤボーイよ。どうでしょうか。うわ、かっこよ。かっこよすぎだろ、お前、かっこよすぎだろ。こいつ、最初と完全に同じ人来たか。もうこれ完全に、服も一緒だし。なんかちょっとイライラしてきた。このポーズでずっと立ってんだもん。これずっと頭に指さしながら。なんだそのポーズは！何を伝えたいんだ！あとどこ見てんだと。問題となったのはこのポーズ。もう起こりましたと。我々の美容院で、特別なヘアカットをお見せしたいと思います。名付けて、ドウェイン・ジョンソンカット。ドウェイン・ジョンソンカットと聞いて、あまりパッとね、どういう髪型かわかんない方も多いと思うんですけど、非常に簡単です。全てをそぎ落とします。あ、行った、前の方行ってる。ツルツルにしますとね、気持ちよく。はい、もう何回ももう血が出るぐらいまで反り込むと。もう毛根を消去すると。もう怒ってるから、マジでもうブチギレですよ。なんかちょっとハゲてね、ライン、かっこいいラインを入れたいと。お前なんだこれ、かっこよすぎだろこれ。どうですか皆さん、この鋭角ね、この80度ぐらい、これ85度ぐらい、もう塗るとこないわと。直角ヘアでどうでしょうか。完成がこちらです。横見せ、横よ、見ました、今の横見た、今の横はすごい、ね、今のはちょっと最高傑作だね。女性の方はね、やっぱりね、髪型命っていう部分ありますからね。落ち武者みたいになった。落ち武者ヘア。前方だけないとかできないの？この前側だけなくしたらどうでしょうかこれ。おお、はい、前髪だけな、なんでちょっと、違うよ、終わってないって、まだ終わってないのに、ちょっと格好つけてるね、メガネつけちゃって病院で。まずなんでこの髪型オーダーすんの、まずそれがよくわかんないんだけど。こんな髪型にしたい人いる？あ、でもダイヤモンド？ダイヤモンド、皆さん。多分、マインクラフトがこのお方は好きだと。というわけで、任せてくださいと。マイクラで一番レアなものと言ったら、ダイヤモンドですよね。おう、ちょっと、でかいな、ダイヤモンド。まあいいや。確かにね、頭の裏にダイヤモンドの絵柄を乗っけるのは、結構頭のいいことかもしれないよ。なぜなら、ずっとダイヤモンドを持ってるようなもんだからですよ。髪の毛もダイヤモンド色にしてあげて。こっちだったか。こっちだね。髪の毛もダイヤモンドにしてあげると。頭にダイヤモンド乗っけてんじゃねえかと。で、シャワー浴びせて。で、もみもみした後に、シャワーぶっかけて。来たんじゃないこれ。で、ダイヤモンドヘアに一番合うのは、ええ、シャレすぎてるって。お前来んな。はい、というわけで、もう美容院飽きたので、やめます。